こんにちは。手で芸をするコミーです。朝日もペーパーヤーンエコアンダリア、はい、3つそれぞれ糸の種類が違います。3つですね。あ、今日草取りやって指が汚れています。洗ったんですけど取れなくてすいません。麻ひもはネット編みバッグリベンジっていうね、この間失敗してしまったので、今度はこの楕円っていうかなの底のネット編みバッグを編んでいる途中です。ペーパーヤーンは動画で初登場ですね。感触を味わいたくて編んでいます。楕円の形の底ですね。エコアンダリアはこの間、動画でやりました。こちらも、楕円の底のマルシェバッグみたいなものですねを編んでいる途中。この3種類今途中で同時進行という形でやっています。このね、2種類はまあ似た感じの形かなというところです。ペーパーヤーン、そう、今日はね、どれを編もうか決め、どれにしようかな、神様の言う通り。あ、ちょっとなんか字余り。エコアンダリアで今日は行きます。すいません、マイクでね、後から声を入れているんですけど、どれにしようかなって歌いながらやったんですけどね、合わなかったです。エコアンダリアは編み図なしで、感覚でやっているので、もうここはとにかく細編みで上まで行っちゃうつもりなので、まあ何も見ずに編めますというか、何も考えず何も見ずこう編みたい時にはこれを選んでいたりします。滑りもいいのでストレスはなく編めます。ただちまちま進んでいくので、編んだなーっていう実感があまりないというのが、難点というか欠点というかね、そういうところですが、ペーパーヤーンの方はまあ感触を知りたかったっていうのと、あとはペーパーヤーン向けかな、手芸屋さんの無料編み図が、ペーパーヤーンみたいなのであったので、あ、じゃあそれを編んでみようと思って編み図を見ながらやっています。んで、麻ひものはね、もう編めば編むほど進んでいく感じがあるので、その達成感みたいなものを味わいたい時には麻ひもをチョイスしてるかなって思います。で、動画の中で、ものは見せていませんが、実は禁断の本を買ってしまいまして、禁断の本っていうのは、有川博さんって私大好きな作家さんがいて、もうダメなんです、途中でやめられないというか、もう本当に読みたくな、止められないっていう部類の本なんですけどね、明日の子供たちという本が本屋さんの平置きっていうのかな、割と本屋さんの前の方に売っているのを知っているんだけど、手に取ってはやめ、手に取ってはやめ、何度もやって、もう買っちゃったら手芸やらなくなっちゃうかもしれないぐらいな感じなので買わないでいたんですけど、この間ね、献血するときに、あー、そっか、本読めるなーなんて思って、献血する前に買って、献血しながら読んで、そしたらもう、はい、読んでいます。どこを削ってるかといったら、睡眠時間を削って読んでいる感じで、手芸はとにかくやっていますけど、だから手芸もやりたいし本も読みたいしみたいな感じですね。有川博さんは何でしょうか、私が大好きでハマったのは図書館戦争なんですけど、これ映画にもなってますね。アニメにもなってるし、実写の映画にもなってるし、あと、図書館違う
植物図鑑っていうのが割と最近映画になっていますね。あと阪急電車とかは映画があるけどテレビでもやっていたりするので、ご存知の方も結構いらっしゃるのではないでしょうかね。図書館戦争の何が良かったかっていうとね、すごい胸キュンな恋愛なんです。でもなんかね、ラブラブって感じじゃなくて、なんかとにかく甘酸っぱい感じっていうかな、なんかとってもキュンってしちゃうんですよね。なんて説明していいかわからないけど、あの読書の会みたいな、あの本好きが集まってちょっとお話ししながら本を勧め合うみたいな会がねあったりすると、私は有川さんの本を勧めたりしています。はい、じゃあ女性だけじゃなくて男性も面白いかもしれないけど、まあ女性の作家さんなので女性は楽しいと思います。はい、今日は本の話を語りました。今日の動画は編み物でした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。